はい、どうもチューバーチャンネル TV 神庵です。今回も無双オロチ2アルティメットゲームプレイやっていきたいと思います。さあ、というわけで進んでいきます。さあ、後陣に行っちゃいましょう。戦場選択、姉川の戦い、こちらをやっていきましょう。妖術で操られた者たちを解放するため、芭蕉らは平の清盛を追った。折しも清盛は小田原城で失った戦力を取り戻すべく、姉川の地で邪法の儀式を始めていた。急ぎ姉川に向かう馬長たち。そこで彼らは驚くべき光景を目にする。天をついてそびえ立つ奇妙な塔、三国の世にも戦国の世にもありえない巨大な建造物。それもまた妖者の出現によって生じた世界の歪みだった。うはぁ、清盛め、大軍勢を揃えてるの。さては、わしらの動きを読んどったか。それに、なんじゃあの妙竹林な建物は。嫌な予感しかせんわ。ここは我らにお任せを。操られ龍馬の手先となったおめえ、晴らしたく。乱も同じ思いです。私もああ、お前らの気持ちは嬉しいが、無理をすんな。いざ、真田が槍にて邪法を貫かん。戦闘開始。刺激、運命を打ち破る。敵本陣への道は妖術で阻まれています。術者は恐らく清盛の腹心孫悟空、まず他の者を打ち破る。石川拷問の武装発動。宝山城の武装発動。
さあネメアの無双発動。お見事でございます。守りは固いか。なら味方に引き込むまでってな。ああ、私が出る。君に来ていただけると、うん、助かりました。見つけたぜ、清盛。Yeah!
差し解散するか。私が出よう。天命、力士を塞いでいた妖術が消えております。墓地に移る妖力が上回っている。今なら皆を妖術より解放できるのだ。覚えてやれ。森蘭丸様でしたね。お救いいただきありがとうございました。あの世に操られていた方も今は身が震える思いです。わかります。私もかつて操られたことがありました。合体無双発動。我らが友を取り戻した。
今こそ反撃の時。私が出よう。すまねえ秀吉、お前がいなかった。俺は気にすんな恥。お前が戻ってきた、わしはそれが嬉しい。抗え。倒し続けなくちゃならない。お前に見つめられるためにな。だから寂しく一緒にいるのだ。一つの一作は馬から。あいつに食べる。その馬の中で再び支配を変容する。いかに落ち着きにも許されない。このセットイン、骨ごと噛み砕いてる。今ぺちゃんこにしてやろう。俺様やりやがったな。さあ、あとは清盛を倒すだけでございます。やってまいりました。勝利でございます。すまない、妖術に操られちまうなんて情けねえ。邪法に操られるとは。疑心が足りなかったか。残機に耐えない。未だ多くの方々が妖術の虜を。どうかお救いください。邪悪なものを討つことが俺の使命。平の清盛を討つならば協力しよう。清盛の妖力は強大だが、故に追いやすい。長生が導こう。蔡文姬が仲間に、直江兼続が仲間に、前田利家が仲間に、佐治が仲間に、弁慶が仲間に、劉はやぶさが仲間に加わりました。完全なる勝利。この大地に息づき生きる我ら。武器獲得。秘技カード獲得。いまだ多くの方々が妖術に操られています。本来手を取り合うべき友が戦う。悲しいことです。アンゼルナ、サジが清盛の妖力を追った。帝軍山なる場所に邪法の本拠があるらしい。
その地を制さば、操られる者は減ってゆこう。それを聞き安心いたしました。あなたはお優しい方ですね。はい、というわけで今回はここまで。次の動画でお会いいたしましょう。以上、カミヤンでした。バイバイ。